はいどうもこんにちは、カジマックです。先日からお話ししてた楽天アンリミット、1年間月額料金無料、第4のキャリアとして売り出し中の楽天モバイルからこれが届きました。うちの奥さんは Y モバイルから MNP したんですけど、その時一緒に注文したスマホがこれ、ギャラクシー A7、 一括払い税別17,000円。今日現在 Amazon さんでも、はい、かなり格安のエントリーモデルなんですけど、これ楽天アンリミット契約時に購入すると 15,000 ポイント還元されます。もともと初期事務手数料3300円もポイント還元、あとオンライン申し込みで3000ポイント還元もされるんで、初期事務手数料3300円にこの Galaxy A7 税込 18,700 円を最初に支払っても 21,300 ポイント返ってきます。でさらに紹介キャンペーンなんかも合わせると、いやもうわけわからんでしょ。あくまでポイント還元とはいえそうなってくるわけです。でさらにこちら、 OPPO A5 2020なら一括払い2万19円に対して2万ポイントバックなんで、はい、引き算してみてください。もう説明不要ですよね。今日は楽天アンリミットのお話ではないんで、この話はこの辺で。ということでゲットした、これ今回ご紹介するのはサムスンギャラクシー A7 です。ギャラクシーって聞くとどうですか？僕は実はこれ初ギャラクシーなんですけど、昔からギャラクシーはハイエンドっていうイメージしかなかったです。でもやはり大型ブランドにはこういうエントリーラインもあるんで、ご購入の際はブランドだけで過信して買っちゃうのはちょっと危険です。エクスペリアやアクオスなんかもそうですよね。エントリーからハイエンドまで種類はたくさん、グレードもたくさん出てるんでお気をつけください。今回ご紹介するこの A7 はエントリーモデルです。とはいえ実はこれ、有機 EL ディスプレイ搭載。しかもメインカメラは F1.7 の明るいレンズを採用したトリプルカメラ搭載と、エントリーながらちょっとびっくりするスペックでワクワクします。はい、これがミドルロークラスのスマホの醍醐味。激安エントリーのギャラクシーってどんなものなのか、開封編始めていきたいと思います。箱の外観はこんな感じ。はい、結構凝った作りのしっかりしたパッケージ。基本的にハイエンドでも、キャリアスマホって、はい、こんな感じ。エクスペリア1の箱、めっちゃシンプルですよね。こういう簡素なパッケージも多いんですけど、ギャラクシー A7、外装もしっかり作ってます。ちなみに今回ご紹介するこの A7、先ほどからお話ししてる通り、楽天モデルです。ただ楽天のスマホは基本的に全部 SIM フリーとのことで、ここは嬉しいですよね。はい、それでは開けていきます。せーの、オープン。はい、ちょっと先に付属品見ていきます。あ、軽、最近レドミノート9 S メインで使ってるんでめっちゃ軽く感じます。本体を取るとこんな感じ。こういった説明書と SIM ピン、はい、これが充電器。こんなちょっと変わった形、プラグに対して横からケーブルを挿すタイプで、でただこれ今回パッと見で思った残念ポイントがこちら。はい、マイクロ USB ケーブルがついてきてます。やっぱりこのあたりはさすがにエントリー。値段を考えるとタイプ C ってわけにはいかなかったようです。で、あともう一個。はい、これ。普通の USB からマイクロ USB に変換するアダプターがついてました。これで中身は以上です。あ、で、最近の中国スマホみたいに保護フィルムやケースはついてきてないんで、これ。はい、僕はもう買ってました。っていうかこれも余った楽天ポイントで買いました。後でセッティングします。はい、それでは本体いきますよ。せーの、イエーイ、きたー。はい、これがギャラクシー A7。 ノッチやピンホールじゃないんで、はい、これ分かりにくいですけど、上下のベゼルはちょっと広めですけど、いや、これ本当に1万4000円のスマホですか？はい、しかもギャラクシーですよ。はい、こんな感じ。カラバリは3種類。ブルー、ゴールド、ブラックのうち、今回ブラックを買いました。実は僕あんまり好みじゃないブラックなんですけど、いや、これ結構かっこよくないですか？ちょっと一昔前のスマホっていうイメージはあるんですけど、いや、でも質感はかなり高いんじゃないでしょうか。で、三眼カメラはこんな感じ。はい、わかりますかね？出っ張りも控えめ。はい、こんな感じ。サイズは 159.8×76.8×7.5mm。重さは 168g とかなり軽く感じます。
SIM トレイはこんな感じ。ちなみにこれシングル SIM です。ここはあくまでキャリアスマホなんで仕方ないですよね。はい、これわかりますかね。もう一枚乗りそうなスペースあるんですけど、しっかり閉じられてます。で、マイクロ SD カードスロットもついていて、最大 512GB まで対応。はい、それではこれ、楽天 SIM 挿しておきます。はい、もう先に電源入れます。いきますよ。せーの、オン。それではとりあえず、設定を終わらせます。はい、Wi-Fi 設定程度、最低限だけ済ませました。初期ストレージはこんな感じ。15.2GB 消費してます。で、これ当たり前なんでしょうけど、APN 設定不要で LTE 掴んでます。で、初期状態のホーム画面はこんな感じ。2ページ目はこんな感じ。楽天のホルダーがこんな感じ。Galaxy のホルダーがこんな感じ。Google のホルダーはこんな感じ。Microsoft アプリがこんな感じ。ドロワー1ページ目がこんな感じ。そして2ページ目がこれ。はい、プリンアプリは以上。ただこれ本体 64GB と、ストレージがちょっと少ないんで、不要なものはどんどん消していこうと思ってます。はい、それでは、どんどん更新来てるんで、とりあえず全部終わらせます。Android バージョンは9。ファームウェア更新は最終。昨年9月になってます。実は楽天スマホ、アップデート少なすぎる問題を指摘されることが多いんで、ここはちょっと心配なポイントです。ディスプレイは6インチ、有機EL フル HD プラス。いや、これおかしくないですか？エントリースマホですよ。普通に買っても1万5000円切ってるスマホ、それに有機EL のフル HD プラスを搭載してます。いや、もうなんかこれだけで元取れてる気がしませんか？そしてここ、ちょっと広めのベゼルにフロントカメラ。F2 の広角2400万画素が搭載されてます。で、リアカメラはこんな感じ。三眼カメラとなってます。メイン F1.7 の広角、F2.2 のボケ、F2.4 の超広角を搭載。で、指紋センサーは、背面ではなく、この側面、正面向かって右側に、電源ボタン一体型になってます。で、その上に、ボリュームボタンが配置されてます。で、その真反対には、SIM スロットだけ。で、上部はマイク穴のみ。そして、下部はこんな感じ。わかりますかね？左からスピーカー、マイク、マイクロ USB スロット、3.5mm のイヤホンジャック。はい、こんな感じ。で、CPU は、サムスンのエクシノス7885のオクタコア。僕には聞き馴染みがないんですけど、スペック的にはエントリーモデルと言えそうです。で、RAM は 4GB。ストレージはさっきも確認した 64GB。Wi-Fi は 11AC に対応してます。で、対応バンドはこんな感じ。残念ながらソフトバンク回線には対応してないんで、Y モバイルも不可。僕のメイン機には昇格できません。なんで楽天アリミットで使っていきますけど、au ドコモのバンドには対応してます。はい、それではみんな大好き。アンツツベンチマークテスト。まずはこれをやってみたいと思います。途中のアニメーションの様子は、この動画の最後に収録しておきます。なんでもういきなり結果いきますよ。せーの、ドン。15万1000号。はい、15万を超えてきました。ちなみにこのアンツツベンチマークテスト、バージョンは 8.4.1 です。はい、15万。サブスマホにも厳しいレベルかもしれません。ただこれしつこいですけど、1万5000円でお釣りの来るスマホなんで、過度の期待は禁物と言えそうです。正直僕も今触ってみて、今のところ僕的に、ちょっと寛容になってギリです。動作のもっさり感は否めないけど、我慢しかねるほどでもない。けど、快適とは言い難い。これもしかしたらもう少し、ディスプレイ解像度低ければ、サクサクいけたかもしれません。ただ実際触ってみてすぐに、いやこれはもう嫌ってほどではないんで、僕は当分サブスマホとして使ってみようと思いました。あと意外と嬉しかったのは Android 9っていうところ。これのおかげで使いたかったアプリは全部快適に動作してます。Android 10はほんと使えないアプリが結構多いんで困ってます。で、とりあえず Twitter。はい、いきますよ。せーの。もう一回いきます。せーの。はい、こんな感じ。この差異がまんま、この Galaxy A7 を物語ってる感じはします。ちなみに今この2台、タスクもキャッシュも切った状態で試しました。
Wi-Fi はどちらも 5GHz 帯。はい、これぐらいの際が出るわけです。次に指紋認証の速度、せーの。はい、もう一回いきます。せーの。はい、もう一回いきます。せーの。はい、こんな感じ。次、顔認証の速度、せーの。せーの。せーの。はい、こんな感じ。結構早いですよね。うん、悪くない。で、あと気になるのはカメラ機能。はい、こんな感じ。このあたりはまた次回、飯テロ撮ってきますんで、少し時間をいただきます。で、今回ご紹介した Galaxy A7 のリンク、説明欄に貼っておきますんで、よかったらチェックしてみてください。はい、ガラスに、ケースに、スマホリングつけました。このスマホリングは、ローソンストア100の、僕のお気に入りのリング。で、ケースは久しぶりにハードケース。このハードケースって傷傷になりやすいんですけど、僕はアルコールで拭いたら結構綺麗になるんで好きなんですよ。このケースは正解でした。ドット加工もしてあって、にじみもなし、結構いい感じのケースでした。で、ただ今回購入したガラス、これはちょっと指滑りも良くなくて、防指紋効果低め、お安かったんで仕方ないんですけど、ガラスは当たり外れありますよね。で、最近のジャパンモデル、日本で好まれる仕様として、防塵防水お財布携帯、はい、これがついてるといいんですけど、 Galaxy A7 は非搭載。そして USB Type-C ではなくてマイクロ USB というところ。で、最後にやっぱりちょっと CPU の非力さ、ここはあくまでエントリーモデル、このあたりがちょっと残念ポイントと言えそうですけど、なんせ 15,000 円切ってるスマホ、楽天アンリミット契約するならほとんどポイントで返ってきます。なんで、とにかくお安い。実際使ってみると、今のところ個人的にはそんなに悪くないんですよ。なんで、お値段以上と言える装備じゃないかと感じてます。アンツツベンチマークの低い結果からは、ちょっと想像してた以上の動作、はい、なんかそういうイメージはあります。ただもうちょっと使い込んでみると、やっぱり厳しいってなるかもしれないし、意外と慣れるかもしれません。はい、もうちょっと使い込んでみて、また次回以降でお話ししたいと思います。なんで、もし今楽天アンリミット契約と同時にスマホ買おうと迷ってる方は、正直動作に関しては OPPO A5 2020の方が、この Galaxy A7 よりはちょっと快適に感じるかと思います。とりあえずこの動画の最後に、アンツツベンチマークテストのアニメーション部分も収録しておきますんで、よかったらご参考になさってみてください。ということで、初めてのギャラクシーはなんとエントリーモデル。ただ思った以上に気に入りそうで、もう少し深掘り予定のカジマックチャンネル、お済みでない方はぜひチャンネル登録お願いします。コメント評価もいただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。